さて、続きましては、ギョクランさんかな、ギョクランさん、ナウマさんですね、まだ、ね、はい、2回戦さあ、この剣の V スキルとナラの V スキルはちょっと似た性能をしてますが、一気はやりますね、一気はやります、いや、おお、邪魔した、いやー、ダラの中段は結構余裕を持って反撃できる、どうだ、いやー、押し切った、これは押し切ったでしょう、投げ抜けで対処するとああなってしまうので、暴れが正解なんですけど、あそこで暴れるとまあサンダーが今度辛いっていう、あまりにべきところに暴れなきゃいけないゲームなんですけど、そうなんですよね、なんかケンとかララにはガードしたら暴れるっていうこんな感じで、はいはい、頭に切り替えちゃってます ね、ただし展開が早いので難しいというところで、ね、ガードさ、これはコンボの方に行った、大魔がくらかしている、これは痛いやつ、裏回り駒投げ、サンダー溜めて、当てた方が苦笑いしてます、そうですね、もう当てた方がちょっとララのキャラパワーに苦笑いしてるという、なんか順番逆だったんでしょ、多分昇竜ガードした時強化したかったです、そうそうさあ、シャガダイクラカンしたのはララ、前背投げ飛んだ、さすがにやりすぎたか、大大竜巻、今のもこれは中台が当たった形、おっ、バクってどうだ、ララはやはり初召喚で暴れるのが優秀だが、シャガダイ対空、これは失った、次に画面走りに行く波動、遅め竜巻だが、やはりコパンを出しているいやー、いい暴れ、サンフレは正義そしていいここだけ、どうだ、レバー台が遠目に刺さるんですよね、一応ね、刺さりますね、はい、さあ、シャガ台がクラカン、割と運が悪い場面も続いてますね、流れ良くないですよ、愛知になっている、いや流れ良くない、これは非常に悪い、勝利渦弱中大竜巻垂直、さあ中盤走り、どうだ、相手の暴れがガードできてきたが、やはりコパンは入る、対象、さあめくり竜巻、遅め竜巻、どうだ、これを確定、垂直、いやーサンフレ、さあさあ非常に危なかったですね、ララのフルコンで多分ヒッテル体力でしたよね、ヒッタリと、さあようやくキャンセル V スクリーンに中大が入ってきた、中大大と割と自由に技を打ってると言っていいギョクランさんのララ、シャガダイクラカン、月竜巻、これは足画面端を維持する形、ウィリバガード、さあ沖が入っている、レバダイはブリバしている、またこれはダッシュに置いた形、前ジャンプは割と中段返し、めくりが入った、危ない、あーコマ投げが入る、サメサンダー、さあなぜかなぜかガイリアがめちゃくちゃ盛り上がってます、すごいガイリアが盛り上がってますけどさあ、なんか